私も今MMT 議論をねこう、まあ、盛んにあちこちでこう吹聴してるのはその一つの目的がこの新幹線ね。これは山陰新幹線だけじゃなくて全部の新幹線ね、四国新幹線とかねそういうのも含めて全部の新幹線やれと。そしてやるためには全部ね国費 100%、 経済の一番大事なねお金のもとは何かといったら債務だということです。債務、誰かの債務だということなんです。で、民間経済が良くなっていくためには債務残高が増えてくれば困るわけですよ。ところが、ね、今民間経済はそのバブルの後200兆円ボーン減ったけどその後もあんまり増えないでずっと推移してます。この1年の間にねこのいわゆるコロナショックで緊急融資があるんでね多少これ増えてきましたけれどもずっとこの20年間減りっぱなしですよ。減りっぱなし、借入金残高。そしてなんで借入金残高が増えないのかというといわゆる先行きに対してですねデフレで、投資をしても回収できないとこういうふうに思ってるわけですよ。でここでデフレっていうのは一体何なのかというと物価が継続的に下がることですね。でインフレっていうのは逆に物価が継続的に上がっていくことです。それでもともとインフレというのがですね経済の正しい姿なんですよ。というのはインフレというのは継続的に上がる物価がある毎年、ね、2% 3% 上がるんだけど 2% 3% 上がるということはどういうことかというと 2% 3% 分の利息を少なくとももらってるわけです、ね、で 2% 3% 分の、ね、利息を払ってて、ね、そして物価も上がっていくということはどういうことかというと要するに毎年、ね、物の売上高は増えるんです、ね、そうでしょ。100円で売ってるものが102円次は104円となってくるわけですね。これ10年もやってたら倍ほどになるわけですよ。これ、ね、だから売上額が増えるんです。売上額が増えるから借入金の返済ができるんです。つまり売上が増えるということは自分の給料も増えるということです、ね、今20万30万しかもらってないけれどもこれからこの30万が40万50万になってくると。そうするとまあ30になってね家を建てようかと。でそうすると家の、ね、値段今3000万するか知らんけれど家の値段も上がってきますからね。これそれだったら今のうちに買って借りて給料も上がってくるはずだからそれじゃあそれで返済しましょうと。でその代わり金利を払いますという。でこのことによってお金のない人でもですよ、ね、返済能力があれば次の投資ができる、まあ、これが資本主義の一番大事なところですよ。つまり今お金はないんです。今お金はなくても、ね、やる気と返済能力があると銀行が認めてくれたら物が買えるんです。物が買えるんです。だから、ね、経済は回っていくわけですよ。でところが、ね、借入金ができない社会だったらですよお金がある人しか使えないわけですよ。これ借入金できなかったら、ね、で今の問題はね、まず借入金したいと思わないわけ普通の人が企業も。それは何かって言ったら給料が上がらない、ね、それからデフレだから売り上げも上がらない。そうすると仮にして、ね、事業があったのはいいけれども売り上げが増えると思ってやってるのに増えるどころかデフレで売り上げ減ってきたら完全に会社潰れますよ。これはだからデフレ状況ではお金を借り入れして出そうというそういう人が極端に減るんですよ、ね、だからこの日本の先ほど言ったように20年間ずっと民間の借入金残高増えてないんですよというのはそういう意味なんです。民間がお金を使ってないことの表れ。それともう一つ大事なことは民間の借入金残高が増えてないだけじゃないんです、ね、いわゆる、上場企業それから上場企業じゃなくても中小企業も含めて内部留保ですね。会社の内部留保してる金額はどん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 増えていってます。でこれは当然なんですよ。なんで当然かというとですよ要するに片っぽで民間の方の借入金はね増えてないと言ってるけども国の国債残高どんどん増えてるでしょ。これは要するに経済悪いから税収不足でその税収が足らないから国債の方が増えるわけですよ。そしてそれを国債の残高増えた分を皆さん方にこれ予算措置して渡しますから最終的に民間の誰かの口座の預金残高が増えてるわけですよ。でその増えてるのが大企業だったり、まあ、家計でも含めてねあったり要するに使うよりも貯める方にいってしまってるわけですね。でこれが
経済が悪くなっている、まあ、デフレ現象である決定的な証拠ですよ。これはね、銀行が金持って余ってますから使ってくれませんかと言っても、世の中デフレ状況がまだ続いていたらやっぱりビビってできないわけですよ。だからそれを変えるためには何かというと、政府がバンバン使うことなんですよ、ね、政府がバンバン使うと民間もね、ね、あ、使っていいのかなってなるんです。だって政府の方がですよ、ね、孫子の代に、ね、借金をね残していいのかと、ね、な無駄なお金使ってどうするんだ、ね、先行き日本は少子化、ね、高齢化でね経済は伸びる余地がないと、こう言っててね、民間にどんどん使ってくださいよって、使おうこれ、ね、使ったらよっぽど詐欺話に乗ったみたいなもんじゃない、これは。そうでしょ。だから言ってることが全くね、ね、あのおかしなこと言ってるわけ。民間にお金出すんだったら俺も使うからなと、でこれから新幹線つけるからねと、ね、鳥取までつけちゃうよと、ね、だ10年20年だったらできてんねんけど、あんた今やっとかなかったらもう次ね、あのホテル建てようと思ってももうないよと、こういう話になったら森本さん投資するでしょう、ね、こういうそういうことなんです。だから私が言ってるのは、政府は財政破綻しないんだからね、だからまずね、あの長期計画、今コロナの場合は長期計画以前にまずお金がなくなってるから、お金を供給するためのねことになってますが、これから本当に経済を回復させるためには長期計画なんですよ、ね、短期のこの補正予算のような話じゃなくて、長期的に日本はどうするんだと、ね、で考えてみると、この昭和48年に新幹線計画ができたのに何にもやってないね、これやらなくてどうするのと。しかもこれいくらかかるかといえばね、30兆から40兆ですよ、これ全部やってですよ、10本の新幹線全部やって残ってるね。だから山陰新幹線なんてね、もうへのような金額ですよ、言うと悪いけど、いやいや、ほんま数兆、本当にそうなんですよ、2兆とかそんな話ですよ、それはね、あのどこまでつけるかによるけどもね、まあ、隣 の, あの当然あの島根県のねところまでは当然行かないいけませんよ、少なくとも、まあ、そういうのをやったりして2、30兆円ね、10年15年で全部の新幹線を作ると。でこれ大事なのはね、期限を決めなダメですよ、ねね、ちょぼ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 やってね、北陸新幹線でも何十年かかってんのって話ですよね、まだできないけれども、東海道新幹線は5、6年で作ってるんですから、これは、ね、で中国見てくださいよ、中国なんか新幹線何もなかったのがいっぱい作ってね、これはもう日本よりもはるかに交通ネットワーク、高速道路でもですよ、もう何車線もあるような高速道路がたくさんできてますよ、ね、なんでできたのかと、政府が負債を作って、つまり国債持つことによってどんどん出してるわけですよ、これは。でなんでそれをしないのかと、ね、結局ね、日本はこの30年間財政、ね、経済運営を大失敗したわけですよ。その大失敗した理由が、国債残高を増やしたら、ね、民間に借金を残すことになるというね、全く事実無根の考え方、ね、この前の参議院の財政金融委員会でもまだ未だに麻生さんはあれですね、あの2025年にはプライマリーバランスと言ってますね。でね、なんでこうなんねやと私も思ってるんだけどね、これは、安倍総理にも何度もこれ言いに行きましたけどね、いや西田さん、麻生さんは親分だからなと、ね、親分はね子分を守ってやらないといけないんだよと。だ財務省の連中氏は先ほど言ったようにプライマリーバランスで生きてきてるでしょ。そうするとね、もうその党の財務大臣がプライマリーバランスなんかいらんとね、という話したら財務省立つ瀬がない話になっちゃうと、まあ、そういうこともあって言ってるんじゃないんですかということを総理なんかおっしゃってましたけれどもね、私はしかしこれはいずれそれを外す以外ないと思いますよ、これは。でただね、ただもう片っぽなんでプライマリーバランス論がねこうしつこく言われるかというと、要するにじゃあね、プライマリーバランスなしということになると、先ほど言ったようにね、もう財政心配しても何もでも出せという話になるんですよ。で今はもちろん出すべきですよ。でただ極端な言うことをね彼らは言って、じゃあ西田さんの言うようなことが正しいんだったら税金なしでもいいじゃないかとね、とこういうことを言うんですよ。
で税金はいるんです。私は今消費税は10からゼロにしろと、ね、しばらく当面しろと言ってますがね、消費税や税金全部なくならせとは言ってないんですよ。税金がなかったら通貨もないんですから。税金、通貨というのはこの1万円札なんでみんなが欲しがるのかと、ね、ドルではなんでダメなのかと、金貨ではなんでダメなのかと言ったら、それは税金払えないからですよ。税金必ず皆さん方 の社会生活してたらね、いろんなところで払わなきゃいけないわけですね。でその税金を払う手段としては、ね、この通貨、ね、これしかないわけ、日本国の通貨しかないわけで、だから税金は絶対いるんですが、だからそういう意味で言うと、税金がなしなんていうことは我々何も言ってないんだけれども、要はこの財政の出せる金額の、ね、限界点、これはもちろんあります、ね、理屈上は先ほど言ったように負債で作ってるもんですから、負債創造には限界ないと、民間の国債も含めて限界、金額的にここまでというのはそれは理屈の上ではないんですよ。ないんだけれども、だから社会的にね、社会的にどんどん金ね、使って余ってね、なってるところにもっとね、需要を作ってやっていったら、これはもう大変なインフレになるんだ、それはなりますよ。だからそうならないようにするためにね、せめてまあ 2% 3% ぐらい物価目標を定めてね、 3% だったら 3% ぐらいにして、ね、そこからね上が それ以上上がるようになってきたら、ね、当然財政出動額も調整しないかんねと、税金もちょっと上げないかんねと、金利も当然上げないかんねと、まあ、こういうね、さまざまな総合政策でね、十分コントロールできるんですよ。できるんだけれども、まあ、そういうところの話に行く前に、もうとにかく今の財務省の連中っていうのはね、まず一番大事なのは、いるを図りていずるを制する、で税金の範囲内で仕事をね納めてるっていうのが、ね、大事なんだと、こういうふうに思い込んでるんですよ。これここが本当の問題で、かといってね、しかしそうだと言っても財務省もねバカじゃないから、それじゃ聞くけど1000兆円のね国債あんたゼロにするつもりかと、ね、これとんでもないことになるよと、ね、いやいやそこまで思ってませんと、じゃあどこまで思ってんねやという話がね、いやそれがとりあえず2025年プライマリーバランス、プライマリーバランス、ある程度どっかでね何かなかったら、まあ、信用できないと、要するに政治家は信用してないわけです。政治家は、ね、国民に言われてね、何でもかんでもね、ね、要するに税の範囲内でやらなくてもいいということが分かっちゃうと、何でもかんでもそれこそ持ってきてね、でやるだろうと。でそうなった時にもう止めどなく出てしまうと、まあ一番は彼らはそう思ってるんでしょうね、多分ね。だから政治家を舐めてるんですね、これは。そこは本当の話だから、そうバカかとお前はと、ね、そんなとこまでしないと、というやっぱり矜持も我々ね見せてやらなきゃならないところはあると思いますよね。私も今MMT 議論をねこう、まあ、盛んにあちこちでこう吹聴してるのは、その一つの目的がこの新幹線ね、これは山陰新幹線だけじゃなくて全部の新幹線ね、四国新幹線とかね、そういうのも含めて全部の新幹線やれと。そしてやるためには全部ね国費 100% ね、でそれは全くさっき言ってる MMT という ねこの財政の現実を考えれば全く国には何の問題もないわけです。何のその板でもないわけで、ところが地方にはですね、この通貨発行権がないですからね、国と同じようなないですから、純粋に借金なんですよ、これは、ね、税収の分で、ね、やっていかないかんという国 の財政の仕組みですから、地方に負担を求めたら地方経済は潰れるし、潰れるのかなんかあったら事業やらないと。それはこういう国家事業でね、これ鳥取県、ね、鳥取県につなぐためにやってるんじゃないの。そこから島根県も行くしね、ずっと回って九州まで行ってくれたらいいわけですよ。でこれが日本海側の国土軸作って、いざと何からの時にはですね、東海道側が津波で潰れちゃったと、ね、だそんなこと十分ありえますからね、これははっきり言いまして、それはだからそうなっちゃった時に、この日本海側のルートというのはね、大体路線で国を守る大元になるわけですからね。だからその県負担というのはね、間違ってるんですよ、あれ初めから。だからそれはもう全額国費以外、
この新幹線を実現する方法はないと思ってますんで、全くそのことに対しても財政的な問題は国家にはないと。だそれを言うためにもう長い長いこういう話をしてるわけなんです。本当に本当に、はい、ということでございます。